札幌市演山球場。札幌市丸山球場は、北海道札幌市中央区宮川丘の演山公園、丸山総合運動場内にある野球場。施設は、札幌市が所有し、財団法人札幌健康スポーツ財団が、指定管理者として、運営管理を行っている。札幌市内に最初に作られた野球場は、1918年、 大正7年に開かれた北海道博覧会の跡地に作られたグラウンドである、後の札幌市中島球場、中島公園を参照。しかし、その設備は、ダックアウトとバックネットを設けただけという、ごく簡素なものだった。現在の演山球場は、市街地西側の札幌神社、現北海道を神宮にほど近いところに、 札幌神社外苑球場として1934年昭和9年夏に竣工。外苑球場では同年第14回北海道カラフト実業団野球大会が行われたが8月19日の函館太陽クラブ対札幌クラブ戦の7回太陽の監督兼保守だった久慈二郎が保守の兼制球を頭に受け2日後の8月21日に帰らぬ人となった。 外援球場は、翌1935年、昭和10年から市に関し7月14日に会場。市死などではこの日を会場日としている。球場名も現名称の札幌市演山球場に改められた。翌1936年、昭和11年から現在に至るまで高校野球、大学野球、社会人野球など、道内のアマチュア野球公式戦が行われているほか、 プロ野球公式戦も数多く開催されている。戦時中はバックネットや金網などの金属製品が回収され、フィールドも畑や資材置き場となった。戦後は再びアマやプロの試合が行われるようになり、1953年昭和28年10月21日には日米野球、読売ジャイアンツ、巨人対ニューヨークジャイアンツ戦が開催された。 会場当初は内外野とも、どもりスタンドで観客の収容能力が小さく、1972年、昭和47年以前に開催された、プロ野球公式等では、スタンド上段に矢倉を組んで、収容人員を確保したこともあった。現在では安全性の問題がある上に、消防法にも抵触するため、こうした措置は行えない。老朽化と共愛化。 さらに仮設席設置の安全上の問題に伴い全面改築され、1974年昭和49年6月に鉄筋コンクリート構造の内野スタンドが完成。道内では初の本格的な内野スタンドを有する野球場となった。同じく老朽化や境愛化が進んでいた中島球場に代わって1977年昭和52年夏からは、 全国高等学校野球選手権、南北海道大会のメイン場となり、これにより、演山球場はいよいよ市内や道内のメイン球場として、本格的に使用されるようになった。なお、中島球場は1980年、昭和55年限りで閉鎖、撤去され、跡地は、その後北海道立文学館の建設地となった。また同年、帰宅に、 札幌市朝尾球場が会場した。スコアボード、パネル式がバックスクリーン左側にある日本国内では例の少ない球場だった。パネル式のボードは1975年にパシフィックリーグが指名打者制度を採用して以後10人分の選手を表記する必要があったため、それまで常設されていた9人分のボードの下に差し込み枠を作って対応した。 1990年代に入って、スコアボードの紙が燃えるぼや騒ぎがあるなどし、発火の元は不明。1995年、平成7年5月に、スコアボードはバックスクリーン上に移設して改築し、次期反転式となった。1999年、平成11年の改修では、バックネット前のウォーニングゾーンに人工芝の敷設などが行われた。 演山球場は2万5千人の収容人員を有し、また、道内の公営野球場ではこれまで最も多くのプロ、及び天の公式戦を開催しているが、照明設備は設置されていない。これは、球場近くに札幌市演山動物園があり、動物の生活環境を阻害しないよう配慮するための措置であるほか、札幌市の陶器機構も設置されない原因とされている。このため、 プロ野球公式戦は同日に連戦での開催が主体だったが2000年平成12年まで毎年行われていた巨人の主催公式戦は日木曜日に2 3連戦をデーゲームで開催していた1990年代から2000年代前半にかけて打球場での巨人の主催試合がすべてナイターとなった中でも演算及び 旭川市のスタルヒン球場での試合は最後までデーゲームとして行われ、巨人主催公式戦では1990年代以後では年内で唯一のデーゲームとなっていた。翌2001年、平成13年の札幌ドーム会場に伴い、2000年、平成12年7月30日の日本ハムファイターズ VS 千葉ロッテマリーンズ戦を最後に 演算球場での一軍公式戦開催は一旦終了した。その後、2005年、平成17年には、会場70周年を記念して、北海道日本ハムファイターズ主催の公式戦が一試合開催され、2007年、2009年にも、日本ハム主催で一試合が行われている。詳細は後日。プロ公式戦が開催される機会は少なくなったものの、アマチュアでは、 現在も主要大会のメイン球場として使用されている。長きにわたって札幌市民や北海道民から北の甲子園あるいは北の甲楽園として親しまれており、道内球界のメッカとなっている。なお、外野スタンドの左翼側上段には赤松の木が3本立っているが、その追い立ち屋は主催されず、スタンドに残されたままとなった理由などについては一切不明である。 1979年、昭和54年9月30日には、サッカーの JSL 東西対抗戦の復活第1回の会場になっている。9回に、投を押した広志が、大栄投手、野口正明から、ライトスタンドにあるトイレの遥か上空を越えその向こうの、駐車場さえ越えて、現在はロータリーになっている竹藪まで到達する、超特大の本類だお花。 この大下の本塁打について、野口は、生前、170メートルは、飛んでいたと証言しているが、これが事実であれば、当時の日本プロ野球における、本塁打の最長飛距離である。また、球場外でこの打球を見た、杉下茂は、打球を見ただけで大下と分かったと話している。6回表、三塁走者だった、高木森道は、俊足を生かし、ピッチャーゴロで、 本類突入を心を見るが、その時の投手関本44に3本間で挟まれ、タッチアウトとなる。しかし、関本がタッチの際に、高木の顔面にグラブを当てたことで、高木は激校。関本も謝ろうとせず、高木を睨みつけたことで、関本に殴りかかり乱闘騒ぎとなった。2回表、巨人先発、浅野啓事は、先頭の4番。 山本浩二に支給を与えた。浅野は続く、水谷実を夕頃に打ち取ったものの、エイドリアン・ギャレット、絹笠義雄に2射連続で、ストレートの支給を与えると、続く、水沼史郎も支給で歩かせ、ついに押し出しで1点を献上してしまう。しびれを切らした、巨人監督、長島茂雄は投手を、各3男に交代した。ところが、その角も9番の投手来た。 ベップ学に支給を与え、二者連続押し出し。一番、高橋義彦は、夕頃本類封殺に仕留めたものの、代打、小学大輔にも、支給でまた押し出し。ジムライトルは左前へに天敵時打を放ち、ついに打者一巡。再び四番、山本に打順が回ると、その山本に、この回二個目の支給を与えて、さらに満塁とされたところで、 投手は3番手の田村伊に交代。ところが、その田村も、水谷、ギャレット、絹笠に3者連続押し出しを与えて、計3点を失った。水沼をようやく右比に打ち取って、この回の攻撃は終了したが、結局この回、巨人3投手の相当球数は76球で、押し出し6を含む14球で8点を失い、1イニング、四死球のプロ野球記録。 広島の攻撃時間は約50分にも及んだ。あまりの惨状に長島も、おい、誰か野手で投げれる奴はいないのかこの中で俺が投げたいという奴はいないかと声を荒らげたほど。試合後、年に一度楽しみにしていた北海道のファンに申し訳ないゲームをしてしまいましたと平誤りだった。長島はその夜、ナインに対し外出禁止令を出した。 この試合で球審を務めた松橋慶喜は後日、角に対して、俺もストライクゾーンがわからなくなったと語ったそうである。ロッテの高沢秀明は、西部のスティーブ・オンキベロスの大飛球をジャンプして、補給した際に、コンクリートフェンスの角に激突し、右室外骨を粉砕骨折して、全治6週間の重傷を負った。この事故を慶喜に、演算球場のガヤには、 翌年2月にラバーフェンスと金網支柱のソフトフェンスが貼られた。なお、我が国のプロ野球公式戦が行われる球場のフェンスにラバーなどの衝撃吸収剤、いわゆる干渉剤の使用が完全に義務付けられるのは1988年からで、ある。巨人2年目の桑田タマスミ投手が、自らの三卵本塁打とタイムリーヒットで、チームの全4得点を叩き出した上で、 プロ初完封勝利を挙げた。この試合は、桑田のワンマン賞と言われた。巨人、吉村サダが、プロ通算100本塁打を達成した。その試合の8回をもって、中日打者、中尾隆義が、左中間へ放った打球を追い、補給体制に入っていた、左翼手吉村が、ダイビングキャッチを試みた、中堅手、坂江忠宏と激突。吉村は左膝を強打して、 全十字人体、内側側腹人体、内側半月板損傷、飛骨神経麻痺の重傷を負い、一時は選手生命も危ぶまれた。その後吉村は一年二ヶ月もの間、戦線離脱を余儀なくされた。なお、この翌日の同カード試合では、川又ベリの外野飛球を、両明らた者がジャンプして補給しようとした際に、外野フェンスの金網支中に激突して、転倒。 病院に搬送される事故、打撲という診断が起きているが、これは前期の高沢の事故で整備されたフェンスの衝突事故対策により大きな負傷に至らなかったとみられている。読売ジャイアンツは、首位の広島東洋カープに最大11.5ゲーム差をつけられていた。しかし7月9日の対広島戦で、巨人は2回裏、日清無双者から9者連続安打。 当時のチーム1イニング連続打席安ダプロ野球大記録通算5回目で一挙7点を奪い、その後は河合正宏が自身初となる満塁本塁打を放つなどして対象。これをきっかけにジャイアンツの快進撃が始まった。さらには広島が夏場に失速して首位から陥落し、終盤は中日と巨人の一騎打ちに。そして10月6日。 巨人は中日との直接対決である同25回戦、名古屋球場に勝利してメイクドラマを完結、リーグ優勝を果たした。11.5ゲーム差の逆転優勝は当時のリーグ記録である。このことから札幌ドーム会場後も含め2009年、平成21年まで毎年札幌で開催されていた巨人主催公式戦の頃に巨が会に低迷していると各メディアが上がって、 毎年のように、札幌は、メイクドラマ発祥の地と強調していた。なお、その記録は2008年、平成20年、メイクレジェンドと呼ばれる13ゲーム差からの逆転により、記録更新されている。ただ、札幌ドームでの開催になってからは、2004年、平成16年には中日に、同一カード3連敗して、首位陥落して、出、シーズン3位、翌2005年、 平成17年は中日に2連敗して、そこから失速、シーズン5位、翌々2006年、平成18年は横浜 2, に2連敗して、さらに低迷が加速、シーズン4位と逆に鬼門のようにり、比較的相性は悪くなっている。なお2005年からのセパ交流戦の開始後、札幌で日本ハム士官の公式戦で巨人戦、 2015年以後は各年開催が行われていることもあり、札幌の巨人主催公式戦は2010年以後は開催されていない。札幌ドーム完成を翌年に控え、引き継ぎ前最後の試合となった7月30日の日本ハム対ロッテ戦では、道内に所在する両球団を含む7球団の施設応援団が集結。で応援するとともに、スタンドに、 ありがとう、演山球場プロ野球北海道施設、応援団同盟の横断幕を掲げ、最後の試合を惜しんだ。2000年、平成12年を最後に、演山でのプロ野球一軍公式戦の開催は、なくなったが、2004年、平成16年10月、北海道日本ハムファイターズ監督のトレイヒルマンが、高校野球の公式戦を視察に倒り、演山球場が、 翌年会場70周年を迎えることを関係者から聞きつけ、私たちも何かお手伝いしたいと、球場と球団フロントに公式戦の開催を強く要望。これが実って2005年、平成17年5月28日、会場70周年記念試合としてセパ交流戦、北海道日本ハムファイターズ対ヤクルトスワローズ5回戦が開催された。 実に5年ぶりの演算球場での公式戦、しかもフランチャイズのファイターズと地元、北海道ルモイシ出身の若松務が監督として指揮を取るスワローズとの対戦カードとあって、当日は22,526万人の監修が詰めかけた。日本ハム球団もかつて使用していた青い縦島のユニフォームを復刻し、試合前練習用のウェアとして使用するなど粋な計らいを用意。 試合は13から5でヤクルトが対象した。演算での公式戦はファンからもおおむね好評で、球団はその後も演算で定期的に公式戦を開催すべく検討を進めた。結果、2007年、平成19年5月26日に公式戦を1試合開催することを決めた。カードは前回と同じセパ交流戦の対東京ヤクルトスワローズ戦。 試合はかつてヤクルトに在籍していた稲葉敦敷の決勝タイムリーなどで6から4と日本ハムが勝利した。2009年平成21年6月10日水曜日に開催された対横浜ベースターズ3回戦はセパ交流戦では初の平日でゲームとなった。日本ハムは多くの動員数が見込める札幌ドームでの試合を 週末に集中して開催したい意向を持っており、また、主婦層や未就学児など普段ナイトゲームを観戦できない客層の開拓を狙って、あえて平日に開催した。当日は強風に見舞われたが、それでも観客数は1977人を記録するなどスタンドは盛況を見せた。試合は5から3で日本ハムが勝利した。2013年。 平成25年8月25日にイースタンリーグ公式戦対横浜 DNA ベイスターズ戦が開催され、試合は7から10で DNA が勝利した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。